成人式だったのね。新成人が来やすいフェーズだ。俳句の銀さんです。今何してるかっていうと、冗談で買った佐賀競馬が大当たりさんで払い戻しに向かっております。8時50分まで払い戻しできるのでね。びっくりしたわ、まさか適当に買ったやつが当たるなんて。今日は成人式らしいですね。昔成人式と言ったら1月15日でした。お、1月15日と言ったらケツの誕生日でございます。ケツおめでとうございました。ありがとうございました。何歳になったんだあれ、もう40か50か。成人式どころじゃありませんでしたよ。貧しくてね。そんなわけないね。成人式の思い出はですね、大雪ですね。大雪でした。でその時うちは原付の免許しか持ってなかったんで、ね、原付で行きましたね、会場までね。大雪の中ね、最悪でした。まあでもね、成人式になると新成人おめでとうって言っても親戚一同からお金もらえるじゃないですか。まあそれはもうちょっと地域柄なのかもしれないけど、えらい金額いきましたよね。どんくらい行ったんだろう。うちの手取りの、ね、今まで働いた分、さっきまでじゃないや、去年までクビになる前の手取りの半分は行ったんじゃないの。多分そんぐらい行ったんじゃないかな。何に使ったんだろう。あ、そうだな、半分定期にして半分使ったんだな。すごかったですよ。ではね、高校ダブってるから成人式がね、みんなと違うんだよね、1年ね。だからまあもうこれは時効なんでいいかなと思うんで、ぶっちゃけますけど、高校の同級生をね引き連れてね、ちょっと成人式、お前スーツ着てこいよと。スーツ着てくれれば大丈夫だから成人式だしって、ね、高校の同級生を成人式にね、呼び込んで、でそのまま水戸の居酒屋行きましたよね。行きましたね。あ、ちげえわ、大雪はうちの年じゃねえや、その次だ。でおめえらが成人式迎えた時はうちにおごれよと言ったんだよ。そしたら大雪で電車で止まって結局おごってもらえず終わったんだよね、確かね。なんやねん。いやー、あの時はね、お酒の味なんて全然わかんないのにガンガン飲んでたよね。ほんとびっくりするぐらい飲んでたよ。
今でも覚えてるよ、2人で瓶ビール20本だぜ。いやーすごかったよ、2人でだね。あまりにも頼みすぎるからお酒しか飲んでなかったね、食い物食わないで。あまりにも頼みすぎるからなんかイサキの刺身奢ってもらったよね、お店の時にね。あ、知り合いだったんでね。そうそう、そんなこともあったな、懐かしいな。まあいいんじゃないですか、今日ぐらいは。ぶっちゃけ暴れちゃっても、まあ、警察のお世話にならない程度に皆さん楽しんでるでしょうか。これアップするのは多分今日の12時なので、だって馬券を払い戻しに行くんだ。まあとりあえず、おめでとうございましたという動画になるでしょう。そしてありがとうございました今まで。あれ、今あれ終わるのうち。とりあえず頑張ってきます。